今月の1位、圧倒的にうまかった。お疲れ様です、ライドウです。今日は2024年8月に買ってよかったお酒ランキング。8月に YouTube や X で紹介した後ろにある21本の新商品の中から、私ライドウの独断と偏見でトップ3を発表していきたいと思います。8月の1位は個人的に圧倒的に衝撃的にうまいなと思った1本なので、どれが1位なのかぜひ最後まで見ていってください。それでは早速やっていきましょう。第3位はこちら、ほろよい冷やしパイン、こちらが第3位です。それでは飲んでいきましょう。それでは皆さんお疲れ様でした。乾杯。爽快甘み酸味、おいしい。こちらは夏にぴったりすぎるのが良くての第3位でしたね。こちらのほろ酔いは2018年の初登場以来7年連続7回目の登場ということで、非常に根強い人気を持つ夏の風物詩的な一本で、味的にはややジュース的なパイン感で甘み酸味が効きつつも、ほろ酔いらしい優しいお味風味で飲みやすくてうまかったですね。この甘酸っぱいパイン感が暑い夏にぴったりぴったりなよね。あとはデザインも好きで、夜空に花火が舞うのがいかにも夏って感じで素敵なんよね。これが売り場に並んどると夏が来たなーって実感できて嬉しくなっちゃうよね。ぜひ来年もこの季節に会いたい、そんな一本です。見た目よし中身よしのお酒、それが第3位のほろ酔い冷やしパインでした。それでは続いて第2位の発表です。第2位はこちら、秋リンゴ、こちらが第2位です。それではこちらも飲んでいきましょう。それでは本日2度目の乾杯をお願いいたします。乾杯。キリリと効いたリンゴ感、おいしい。こちらはリンゴの風味が絶妙にちょうどよくての第2位ですね。味としてはリンゴの風味をしっかりと感じられつつも、リアルすぎずバーチャルすぎず絶妙なリンゴ感なんよね。リアルすぎると少し飲みにくさがあったり、バーチャルすぎると人工的な甘みが強すぎたりってことがまあまああるんだけど、これはまさにその逆で、飲みやすいのにリアル感のあるリンゴを感じられる、実にハイブリッドないいとこ取り的なお酒なんよね。さらにアルコール感もなく飲みやすく、誰からも愛される最大公約数的なお味でよかったんよね。こちらも第3位のほろ酔い同様、このデザインも好きなんよね。いかにも秋って感じで良くないか。中身はもちろんビジュアルも大事です。こちらは3本同時に発売されていて、他に秋梨と秋ぶどうも同時に出とるんだけど、正直どれも遜色なく飲みやすくうまいので、ぜひねどれか1本でもね試してほしいね。いや3つ同時発売でどれもハイクオリティって、ラルクアンシェル以来の衝撃じゃねえ。誰しもが好きになるお酒、それが第2位の秋リンゴでした。それではいよいよ第1位の発表に行きたいと思います。2024年8月に買ってよかったお酒第1位はこちら、こだわり酒場のタコハイつぶれ梅、こちらが第1位です。おめでとうございます。ということでこちらも飲んでいきましょう。それでは本日最後の乾杯をお願いいたします。乾杯乾杯乾杯。さっぱりすっきり、めっちゃおいしい、抜群にうまい。こちらはじんわりしみるうまさに心打たれての第1位じゃねえ。味としてはタコハイといえばのプレーンさでさっぱりすっきりしつつ、そこに梅の風味がほんのり加わっていることによって爽やかさに拍車を
かー開けとるんよね。そんでめちゃめちゃ飲みやすいんよ。味の主張、キレ、飲み応え、どれも控えめで、その分特筆すべき飲みやすさで、いやーすごいね。それでいて何にでも合わせやすい懐の深さがすごい。和、洋、中、甘い、辛い、しょっぱい、酸っぱい、何にでも合わせやすいんよね。じゃけえ食卓に冷蔵庫に常備しとけば晩酌は上々になる。そんな縁の下の力持ち力がすごい。いやほんまね、ついつい買っちゃうんよこれ。別のお酒を買いに行ったのに気づいたらカゴに入れとる。そんないい意味での中毒性があるんよね。もはやタコハイホリックと言っても過言ではないね。そんな感じで8月はこれがダントツで好きだったね。梅フレーバーは今の暑い時期にぴったりじゃけ、ぜひみんなもね飲んでみて。まさにタコハイです。多くの幸をもたらすお酒、それが第一のこだわり酒場のタコハイ、つぶれ梅でした。いやー8月は暑さを存分に楽しめるお酒が多くて楽しかった1ヶ月でした。大変美味しかった、ごちそうさまでした。本日紹介したお酒をそれぞれ詳しくレビューしている動画や X のリンクを概要欄に貼っておくので、よかったら見てみてくださいね。動画の感想など何でもコメントに書いてくださいね。チャンネル登録や高評価もお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。ライドウでした。みんなの幸せになれるお酒も教えてね。